おはようございます。おはようございます。はい、ビジネススクール朝活の部ですね、スポーツ部門担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。まあ、こちらですね、そのテーマとして運動不足っていう形で、それを解消する、まあ、トレーニングというところでやらせていただいてるんですけど、まあ、運動不足結構抽象的な部分であって、何ですかね、皆さん私生活だったり、自分が運動不足とか感じるところってどういうシチュエーションですかね。なんか一つ挙げるとしたら。結構漠然としてる感じですよね。うん。どういう時に感じるなとか、朝起きたらやべえ運動不足だって感じる人あんまいないと思うんですよね。何なんだろうなと思って。駅の階段ですかね。ああ、なるほど。ちょっとなんか息が合ってしまったりとか。うん。ああ、いいですね。とあります。なるほど。他に何かありそうですか。すごい田村さんと小泉さん考えていただいている表情がちょっと運動、まあ確かに荷物持った時とか。ああ、ちょっとやっぱ体に負荷がかかった時みたいなね。小泉さん、なんかありそうですか。なんかあんまり思い当たらないです。ありがとうございます。まあ、姿勢が悪いなとか感じる時とかでも一緒なんですけどね。あ、なんかこう鏡を見たときとか、なんていうんですかね、違う刺激が入ったときに、あっ、みたいなところがあって、なんかこう頭の中に残ってるっていうところがあって、何かしらそういう状況があって、こちらに参加していただいてると思うので、なんですかね、具体的に落としていくと、結構面白い発見があったりとか、で、こちらを参加していただいて、あ、なんかそういえばこういうことがちょっと楽になったなとか、普段の生活で、普段こんなことやってなかったのにこういうことを取り組めるようになったなみたいな発見があると、すごくこうつながってくるかなと思いますので、なんかそこで、まあ、先ほど及川さんであったり田村さんが言われてた、まあ、その体を動かすときに自分があれ、なんかこれ普通に持ててたのに持てないとか、駅の階段簡単に上がれたのになんかちょっと今日足重いなっていうのも、毎日やってることって実はその自分のコンディションのこう分かるんですよね。コンディションが整ってるか整ってないかみたいな。それがこう下がっちゃうと、体を動かすのって結局エネルギーを使うんですよ。なのでこれちょっと言い方悪くなると、体が重い方はそれだけ前に進むのに負荷がかかるんですよね。だからすぐ疲れちゃうんですよね。はい。なので、まあ、なんていうんですかね、動きやすい体を作るっていうのもそうですし、じゃあそれをどう確認するかっていうと、今おっしゃったようなその日常生活、こういうところ今ちょっと不便だなみたいなところをイメージしていただけると、より、あ、これぐらい楽になってるんだと思って、さらにそれをまあ早くやったりとかすると、その動作で、まあ、例えば階段を一歩飛ばして歩くだったりとか、ちょっと大股で歩くっていうのも勝手にトレーニングになってくるので、それで積み重ねていただけると、こちらもつながってくるかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。お願いします。お願いします。ではですね、今からウォーミングアップを皆さんでやっていきますので、ここから音声ミュートにしていただいてやっていきましょう。では、右足を前に出していただいて、足を遠くに出しすぎないようにして、近く行きましょう。で、前流れをして、息を吐きながら5回上に上げていきます。体を、背中をぐーっと後ろに倒す。1。いいですね。吐きながら、2。力でやらないように、ぐーっと伸ばして、遠くに手を持っていくような感じですね。3。吐きながら、4、あと、5、OK。では、外に開いていきましょう。1、2、
OK です。では反対いきましょう。前に出して、今度また前習いして、上に上げていきます。上げていって、息を吐きながら上げていきましょう。この時吐く形ですね。吐いてる息も自分がしっかり吐ききれてるか確認しながらですね。息を吐くのに力を入れないように、シーン、ラストいきます。お、はい、オッケー。で、後ろに回して、1、2、3、やっていきましょう。オッケー。で、もちろん右足に切り替えていただいて、両手を後ろについて、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばしましょう。はい。で、右足を前に出して、左手ついて開きます。1。いいですね。息を吐きながらいきましょう。後ろ、前、2。ナイス。後ろ、前、3。後ろ、前、4、出していきましょう。後ろ、前、5、 OK です。では反対いきましょうか。左足に変えて、で、後ろに手をついて、裏をまず伸ばしましょう。はい、前に出して伸ばす。オッケー。後ろ、はい、前、伸ばす。ももの後ろは固まりやすいのでしっかり伸ばしていきましょう。はい、伸ばせる範囲で巻いて、し、ラスト、前、ご、オッケーです。どうも、ナイス。OK。 では次はですね、うつ伏せになって一度肘をつきます。はい。で、この状態 で手をですね、対角に伸ばします。ぐーっと伸ばして体をちょっと反っていくような感じですね。指先を見ます。そうです。1、はい、戻して、反対の手をぐーっと伸ばす、背中を伸ばす感じですね。2、胸を広げてぐーっと上げます。3、そうです。はい、4、よいしょ、5、いいですね。はい、6、よいしょ、7、はい、ラスト、8、OK。ではそのまま手を自分の方に近づけて体を伸ばします。お腹を伸ばすようなイメージで上を向いてぐーっと伸ばしましょう。お腹を伸ばすの結構大事なんですよね。なぜかというと常に体丸くなっているので、背中を逆に見たら丸くなっていると伸びちゃうので、こっちを伸ばして背中を短縮収縮させるっていうのが大事です。ぐーっと伸びる方はもうちょっとおへその方に手を近づけてってで、これ骨盤が浮かないように足はつけときましょう。そうするとより伸びていきます。腰が痛い方は無理しないようにお願いします。はい、 OK。 ではそのまま寝ていただいて足を動かしましょう。交互にいきます。横に動かしてねじる。今度は下の方の腹筋伸ばしましょう。ねじって、交互にいきます。ねじって、タッチ、床タッチしたらねじる。また交互に行きましょう。こっち行ったら反対に、そうです、動かしていきましょう。よいしょ、着いたら、はい、反対、なるべく肩を上げないように、そう、 OK。 あと1往復行きましょう。タッチ、はい、タッチ、
OK でーす。はい、ナイスです。では最後ちょっと全体的に動かしていきましょう。両手をついて前に半歩ずつ歩いていきますよ。行けるとこまで行って、で手で戻ります。1 1 1 1 1、でもう一回行きましょう。1 1 1 1、そして足を持ってきます。1 1、はい、 OK。 ではちょっとトレーニングに移っていきますので、水飲んだりしてちょっと準備しながら行きましょう。OK です。では今日はですね、今ちょっとお伝えしたように、結構デスクワークをしているとですね、体ってこうどんどん丸くなってしまうので、体の基本はこれ、今こうなると縮んでる場所ってここにありますよね。ここがくっついちゃってますよね。で逆に言ったらこっちは伸びちゃってるので、背中が丸くなって引っ張られてるような感じですよね。なので背中を下にグッと下の方向に寄せるっていうトレーニングをちょっとやっていきます。はい。で頑張って寄せようとすると、皆さんどうなるかというと、腰をこう反ってくるんですよ。こういう状態に、いわゆるいい姿勢を取ってくださいって言うと、皆さん大体こうなるので、これはいい姿勢ではないんですよね。おへそが前に突き出るっていうのは腰を反っちゃってるので、おへそは背骨の方に近づける、これでも結構ポイントなんですよね。そうすると勝手にお腹に力入ると思うので、なんとなくわかりますかね。お腹を突き出すとこうなりますよね。こういうふうに、でこの状態からおへそをぐーっと背骨の方にぐーっと押す。そうすると肩の位置は変わらないのに、お腹がちょっと力入る、なんとなく感じわかりますかね。はい。でこの状態ちょっと意識していただいて、膝出しから足ペタッとつけていただいて、お尻、かかとの方向にお尻を倒します。で、きつい方はついていただいていいです。できる方はちょっと浮かせます。で、体はそうすると前傾といって前に倒れる形になりますので、この状態からバンザイ。バンザイしたときは耳よりも自分の手が後ろに来る形ですね。少しそうすると背中に力が入ります。で、下を向かないようにして、そのまま肘を引きます。これが1回、そう、はい、アップ、2、背中を意識して、3、前で目線上げる、4、はい、5、息を吐きながら、6、はい、7、8、9、これでちょっと顎引きましょう、10、そう、OK、 いいですね。皆さんいいですね。姿勢めちゃめちゃ良くなってますよ。お腹こうならないで、前に結構こういう風にこうなってしまってたんですよね。こうすると腰が痛くなるだけのトレーニングになっちゃうので、腰に力が入ると背中使わないんですよ、うまく。なのでお腹にしっかりして安定させた状態で背中を使う。これがポイントです。では次は今の姿勢から両手を開きます。こんな感じで親指を後ろにして、でこのまま肩甲骨を寄せる、そうです、この状態で寄せる。なので角度としてこれをぐーっと持っていくというよりは少しでいいので、このぐらいでいいです。で肩甲骨寄せる、あ、いいですね。そう、田村さんこんな感じです。そう、ちょっと前傾しますよ皆さん。そう、お客さんそのぐらいで OK です。この状態でいきましょう。レディー。はい。後ろに1。前。そう。3。4。肩には力入れないように5。肩が上がらないように6。そうそうそう。7。8。9。10。はい。OK。そのまま手を下ろして。で、手の甲は後ろを向いたまま、親指を少し外側にひねります。こんな感じですね。そうです。
そうすると肩のこの辺にちょっと力が入ると思うので、このまま少し後ろに。そう、OK。はい、戻す。はい、2。背中の下の方意識。3、4、5。背中を絞るような感じですね。6、7、8、9、10。はい、OK。いいですね。では次ちょっと難しいんですけど、体を前に手を当てて、まっすぐ倒していきます。体が丸くならないように、ぐーっとちょっとこう股関節を畳むような形で背中を倒してって、お腹を倒してて、このままアップ。1。お辞儀するような感じですね。はい、倒して、ここから曲げてって、そうです。あ、いいですね、皆さん。で、ぐーっと背中で起き上がる。と、顎を引きすぎないように。そう、倒して、背中意識。戻ってくるとき背中意識。そう、反らない、反らないですよ。背中だけ反って、ちょっと難しいですけど、頑張っていきましょう。し、と、おじいおじいおじい。ご、はい、戻して戻して。6、お腹で安定させながら、7、あ、いいですね。あと2回いきます。8、はい、9、ラスト、10、OK、いいですね、背中回り。地味なんですけど、意外とここは効いてきます。はい。ではでは、もうちょっと背中行きましょう。今度は上向きになります。で、手をついていただいて、今ですね、自分のかかとの方に指先を向くようにしましょう。はい。足は肩幅に開いて OK です。で、そのまま、足、お腹上げて、ぐっと伸ばす。はい。で、この状態で、手をですね、天井に向けて、右手から上げますよ。いきます。上げます。戻します。反対。そうです。で、一回ストップしましょう。やってると、右へ手を上げたときに、こういう風になるんですよね。こっち側にすごい体重がかかっているので、体は背中を使って、ここをキープしたまま上げる。そうです、そうです。ああ、いいですね、小泉さん。そう。小泉さん、OK。そう、田村さんもこんな感じ。それをちょっと意識しながら、もうちょっとやっていきますよ。行きましょう。左手。1。そう、右。2。お腹と背中で押さえて。3。はい、4。OK です。これは顎を上げていいですよ。5。指先見て。6。よいしょ。7。はい、8。お腹下げない。9。ラスト。OK。下ろしましょう。いいですね。背中の周りですね。OK です。で、今度は、今は徐々にこう重力をかけてます。最初は、座った状態。で、そこからちょっと、四つ葉に近い逆バージョンですね。で、次はちょっと立ってやりましょう。でですね、この状態で足を肩幅に開きます。で、バンザイしていただきます。頭を後ろに手を組んでバンザイしたらですね、ちょっと見えないかもしれないですけど鏡に映ってますよね。で、このままお尻を後ろに引きながら体を倒してって、さっきと同じですね、お尻をして、これが90度ですね。床と平行で、手は下げない。耳の位置、あ、いいですね。はい、戻す。はい、もう一度下がって下がって、はい、戻す。2。息を吐きながらお尻でっちりにして、でっちりにして、もも裏使って背中使って、はい、戻す。3。腰から戻らないようにお尻から戻りましょう。ダウンダウン、手下げないですよ。手頑張って、
はい、C。ちょっと一旦ストップします。一旦ストップしましょう。戻って。追い風の前ですね。ここから、ちょっと田村さんがエビ状態になっちゃってるんで、ここから使います。ちょっとこれ難しいんですけど、股関節から倒していって、体の上体をまっすぐで万歳していくっていう。そう、最初難しい方は手は胸でもいいです。胸にして立つと同じですね。この状態でここまで下がる。そう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 。なんか朝礼の練習みたいになってますけど、ここで、この状態でまず下げて、ここから万歳してみましょうか。下まで胸と胸で、小泉さん、胸の前に手を当ててもらっていいですか。そう、その状態、あ、そうです。そこから万歳。小泉さん、その状態から万歳。そうです。そうそうそう。で、戻る。そう、田村さん、そこから万歳。そう、OK、OK。で、戻る。そう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 。OK、皆さん OK ですね。もうちょい頑張りましょう。今のイメージで、手を上げてできる方はこのままいきます。厳しい方はここまでは降りてっていただいて構いません。胸に手を当てて降りてって、ここで一回万歳して。そう。で、戻る。よし。はい、下げて、下げて、下げて、お尻突き出して、股関節から、そして万歳。はい、2。もう一つそのままいきましょう。はい、ダウン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 。手を上げることによって背中を意識します。そう、腰痛あたりいってくださいね。はい、アップ。C。そう。タムさん、そしたらここに股関節に手を当てて、骨盤に手を当てて、ぐーっと骨盤を指でぐーっと押し込む。こんな感じですね。こうするとよりわかりやすいです。この骨盤のところに指を突っ込んで、ここですね。この骨盤のところ。これに、ここに指を突っ込んでいくと、勝手に体が曲がるので、力でやらなくても済みます。そうそうそう、小泉さん、そうです。小泉さん、もうちょい下ですね。そう、指を親指ではなくて、この4本でやってあげた方がいいです。この、ここら辺ですね。こうやって。こんな感じで。で、指を突き刺していくと、体が勝手に倒れていくので、その力を使ってあげると分かりやすいです。そこが視点で体を倒す。そうです、そうです。あ、大川さんいいですね。うまい、うまい。そうです。小泉さん、そんな感じです。あ、そう、田村さん、それ、それ、それ。で、田村さん、その時に首を下げない。首が下がるんで、首はこの位置保つ。そう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 。オッケーオッケー。皆さんいいですね。もうちょい頑張りましょう。はい、ぐーっと。だんだんだん。そう、はい、アップ。1。これを3回やって、体の使い方イメージして、だいぶいいですね。2。だんだんだん。はい、アップ。はい、もう一回やって、で、ここから万歳。そう。はい、戻る。ラスト行きましょう。倒して、倒して。そう、背中使って、戻ります。背中使って、背中使って、OK。いいですね。最初よりだいぶ皆さん、姿勢が綺麗になってますね。ちょっと今日はな、姿勢講座みたいになりましたけど、体を使う、その、なんていうんですかね、視点が大事なんですよね。どこで動かすかってやると、結構背中、今みたいにずっと動かしてると、体がまっすぐになるので、動かすのが結構楽になります。で、可動域ですね。柔軟性と可動域といって、動く範囲が広がると、体って、より快適に動かれるようになって、スッキリしますので、朝はこういう運動が非常に大切になりますので、ちょっとこういう形でやってきました。では、最後は3分みんなでちょっと頑張って動いていきましょう。ここからは、できる範囲で構いませんので、やっていきます。で、今日は、20秒を3つ。で、これを3回回します。はい。で、ポイントはですね、今日背中周りやったので、背中を使うトレーニングを入れていきたいと思います。
まず一つは、プランクと言われるやつですね。この状態で肘をついて、こんな感じ。で、これ、今やった背中を意識して、丸めないように、こうではなくて、まっすぐ、自分が一本の線だと思ってください。線ってことは、点と点を結んだ線なので、その点は、この肩と足のつま先ですね、支えてるところを意識しながら、そこをつなげていくっていうのが一つ。で、そしたら次は上向きになっていただいて、足上げます。で、このまま下げて、20度ぐらい下げます。で、そのまま上げる、下げて、上げる。これを繰り返します。で、最後、3つ目は、背中をつけた状態、このまま、膝曲げても OK です。このまま回ります。体を揺らす。揺らして回る。で、これきつい方は、横に移動してもいいです。横に移動。横移動でも OK。横移動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 だと、横の腹筋も使えます。こういう形で、ちょっと3つを20回ずつ回していきます。大丈夫そうですか？ OK、ありがとうございます。では行きましょう。準備していただいて、いきますよ。よいしょ。5秒前。2、1、はい、アップ。お腹上げますよ。呼吸を止めないように鼻で吸って口から吐きます。はい、3、2、1、はい、上向かって足を上げてダウン、アップ、ダウン、アップ。下腹部意識しましょう。下腹部に刺激を入れ続けます。1、1、1。1、ふう、ふう、はい、回して、回して、回って、待って、OK、いいですね、皆さん、そう、背中意識、背中をつけてる意識を持って、よいしょ、動かして、動かして、そう、頑張っていきましょう、はい、動かして、動かして、はい、OK、下向きになって、いきましょう、第2ラウンド。呼吸止めないですよ。そう、背中とお腹意識して。背中しっかり。はい、上になりましょう。伸ばして、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。そう、膝を伸ばして、1、よいしょ、1、20度ぐらい下げたらすぐ上げる、よし。いいですね。はい、回りましょう。はい。ふう。ふう。背中をつけて回ります。よいしょ。ふう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 。はい、ラストセットいきましょう。はい、頑張って、頑張ってください。動きが遅くなってますよ。さあ、最後に回りましょう。はい、動きやりましょう。伸ばして、ダウン、アップ、ダウン、アップ、よいしょ。そう、呼吸を止めないように、きついときこそしっかり、ふう。大事にいきましょう。ここしっかり最後にいきます。はい、ラスト回ります。ふう。背中意識して、回って、回って。よいしょ。よいしょ。ふう。オッケー。ナイスファイトです、皆さん、素晴らしい。
3分間しっかり出し切るっていうのは大事ですね。はい、なかなかね、今の生活だと出し切ることってなかなかできなくなっちゃってるんで、3分でもこれだけ頑張れると、あの自分のこう呼吸が上がってきて、でしっかりガス交換して、あの取った栄養も、まあ、体の材料になりますので、はい、そこの辺はしっかりやっていきましょう。では最後、ちょっと皆さんでスクールダウンもやっていきましょう。両手を足を出していただいて、両手ついて、お尻いきます。はい、で手をついていただいて、ぐーっと伸ばします。そうで、皆さん頑張ると下向いちゃうので、下は向かずに斜め前、目線はまっすぐではなくて斜めですね、真下ではなくて斜め45度ぐらい見ながら伸ばしていきましょう。はい、いいですね。後ろを伸ばします。遠くに行くというよりもお腹を倒すようなイメージでぐっと伸ばしていきましょう。そうです。 OK、 では開脚して足を開きます。はい、で左の足指先に向かって右手をぐっと、あのちょっと及川さん、なんか体硬くなってないですか？ぐーっと伸ばしていきましょう。これも一緒です。横の脇腹をももにつけるようなイメージで倒しています。そうするとちょっと体の力抜けて楽になってきましょう。なってきます。はい、 OK。 反対ですね。こっちの手を無理してつけようとするんじゃなくて、ここを畳んで、そうです。そうするともも裏とこの横側が伸びていきます。はい、OK。 では次はですね、足、あぐらをかいて、かかと、お尻の方向に近づけます。で、この内側伸ばしますよ。肘をももの上に乗せて、下に、真下に押しましょう。OK。 ではちょっとお腹周りに伸ばしていきましょうか。先ほどのポジション、肘つきで、そうですね。で今度はこのままぐーっと、両手伸ばして横に、体はそのまま、下半身をそのままでちょっと横に手を張っていきながら伸ばしていきます。あ、いいですね。でそのまま肘を立てて、この位置のまま肘立てて、こんな感じですね。で左手を遠くにやるとより伸びます。そう、指先見てくださいね。はい、 OK。 戻ってで逆に行きましょう。まずこれでしっかり伸ばして、手を遠くにやるようなイメージですね。で、左手を肘ついて、右手を遠くにぐーっとやりましょう。はい、OK。 戻っていきましょう。では、こちら集まっていただいて、はい、では音声ミュートの解除お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。田村さん、ありがとうございます。はい、田村さん、腰大丈夫ですか？ちょっとくの字に曲げるとき、なかなか曲がらなかったですけど、 あれ痛くはなかった？大丈夫？ちょっともしかしたら痛かったかなって感じかな。こうなんか負荷なのか痛いのかちょっと分からない。あのその違いは、あのトレーニング終わってこの後痛みが残るのか、で翌朝痛いのかで、筋肉痛だったら1日2日で取れるんで問題ないんですけど、3日以上残る痛みはちょっと何かこう怪我した
原因かもしれないんで、それはちょっとこう、そういう残りあ痛みが残る場合は言っていただければと思いますので、はい、了解です。はい、皆さん、だいぶ目線もこう意識していただいて、トレーニング中はだいぶ下を下げるっていうよりも、ちょっと前に目線を上げるっていうイメージがすごくできてたので、とてもいいですね。あとは、まあ、ストレッチの時とかどうしても気が抜けるんで、膝をこう向きがちになってしまうので、真下よりも先ほど言ったように、ちょっと斜めですね、斜め下ぐらいを見てあげると、首が下がらないので、首が下がってしまうと、脳からの指令っていうのがうまくいけなくなってしまうので、実際はちょっとこうコントロールするように、ちょっと意識するだけでもだいぶ違いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。今週もですね、この時間やっておりますので、はい、お時間ある方はぜひ、今後のほどよろしくお願いします。今日は参加ありがとうございます。明日もしてます。失礼します。